べるタイミングを変えるだけで簡単に痩せる方法をお伝えしていきます。このチャンネルではこのような様々なダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット法、あなたも今からすぐ簡単にできる方法動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらもお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜ食べるタイミングを変えるだけで簡単に痩せることができるのかというその理由なんですけれども、ポイントは胃腸を休ませてあげることなんですよ。なぜかと言いますと、胃をですね、まずは大掃除に集中させてあげる必要があるから、そのことが痩せるためにですね、必要なことになってくるんですよね。例えば私ですね、今高校2年生、もうすぐね3年生になる一人娘がいるんですけれども、当時娘がですね2歳の頃に引っ越しをすることになったんですよね。引っ越し先は単身赴任先の主人のところにね引っ越すことになったんです。で当時私はもちろん、単身赴任中の夫がね家にいないわけですから、一人でその引っ越しの準備をねしてたんですよね。もう思い出します、今でも。当時福岡にねいたんですけれども、段ボールにですねもう一生懸命こう荷物を詰めるわけですよ。でも絶対今日はこの一区画ね詰めるぞと思って、ふーってもう一生懸命パッキングしてですね、ガムテープとか貼って、はあもう今日のミッション達成、休むぞと思って、ようやく一息つけると思った時にふっと振り向くと、何が起こっていたと思いますか？当時2歳の娘がですね、私が必死で詰めたその荷物を端から端とですねもう開けて、中身をどんどん、ね、出していたという、もうねキーですよね。もう今詰めたばっかりのようやく終わった荷物をですよ、横からですね端から端まで娘が全部引っ張り出していたというね、こんな事件もあったんですが、いかがでしょうか。このお話の例えば役なんですけれども、例えて言うなら私があなたの胃の役です。そして娘があなたが食べた食べ物の役なんですよね。どういうことかというと、今までですよ、私が胃ですからね、もう胃が一生懸命食べたものをもう消化して消化して、やっと仕事がもうちょっとで終わるんだ、この食べかすがもうこれで最後と思って、やっと終わったと思ってはーって見たら、あなたが食べるわけですよね。もうどんどん食べている、するとまた食べ物がやってきて、また消化しないといけないっていう、もう胃もキーですよね。それと同じことがやはり起こっているんですよね。そうすると胃や腸がもう全く休憩ができない、もう当時の私と一緒ですよ。やっと休めるのに、もうそんなね、もうひとしきり頑張った後の人に対してですよ、またね荷物詰め直しますかってことなんですよ。もう私はしませんでした。もういいやって、もう明日でいいやって笑いながらですね、もう苦笑いですよ、もう娘を見た時にですね。それと同じで胃や腸だってもういいやってなるんですよ。もう仕事しないって。そうすると何が起こるかというと、あなたが食べたものを消化吸収してくれなくなるわけですよね。そうするとホルモンバランスが崩れます。そうするととんでもないことが起こっていくんですよ。どんどん太るんです。なぜかというと、ホルモンが乱れたことであなたの味覚がおかしくなってしまって、どんどん太りやすいものを食べたくなったり、また食欲が止まらない、体重設定がどんどん上がる、ホルモンがこう狂ってしまう、そういったですね、もう良くないことばっかりが起こってしまうわけです。ですから痩せるためのポイントは、胃の大掃除をですね、その助けてあげる、もう胃にですよ、その大掃除に集中させてあげる時間をプレゼントしてあげることが、イコールあなたの食べるタイミングということになるんです。それではここから2つ目の項目に入りましょうね。何をになります。これは食べるタイミングをどのようにすればよいのかということで、今回はこちら、お腹がグーッとなった時が
大事なんですよ。まあ、どういうことかということをお話ししていきますね。まずあなたのお腹がこうグーッと鳴る時ってありますよね。でその時に何が起こっているかと言いますと、お腹が空いてるからお腹が鳴ってるわけではないということをですね、まず覚えていただきたいと思います。それはあなたの胃がですよ、まさに大掃除中なんです。お腹の中を大掃除している間にこのグーッという音が鳴っているわけなんですよね。それはだいたい食後4時間経った頃から鳴ると言われています。まあ、個人差はあると思うんですけども、だいたい4時間後、まあ、前後ぐらいに鳴り出す。この時に胃はそのあなたが食べたですね、食べ物の残りカスをこの胃から小腸へとこう一生懸命よいしょよいしょってこう送り出す時に、空気と混ざり合うことでグーッとね、あんな音がね聞こえるんですよね。まあこうシーンとした時にですよ、そのグーッとなったらね恥ずかしいなっていうね、そんな思い出もあります。学校の時、生徒のね、あの学生の時ですよね。あ、今なったらもう恥ずかしい、授業中に聞こえるとかね、経験ないですか。まああの時恥ずかしいですよね。でもあの時はですね、やはり胃が一生懸命いい大掃除をしてくれてたんだなっていうね、そのサインなんですよね。そしてこのサイン、お腹グーのサインがあなたが痩せることができるのか、それとも太ってしまうのかというその大きな分かれ道となるサインなんですよ。では最後の項目3つ目に参りましょうね。具体的にどのようにお腹がグーとなってから食べると一番痩せることができるのかというそのポイントについてお伝えしていきますね。先ほど項目2でお伝えしました通り、お腹がグーッと鳴っているということはまだ大掃除中でしたよね。その時に太ってしまう方というのは、あ、お腹が鳴った、空腹のサイン、お腹が空いたから鳴ったんだなと勘違いしてしまってすぐ食べてしまうというのが太るタイプの方。それとは逆です。お腹の音が鳴り出しますよね。もうグー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 鳴らしてください。もうしばらくねほっとくんですよ。なぜかというと、だってまだ大掃除中なんですから、邪魔しちゃダメなんです。先ほどの私の引っ越しのね、あの詰めてたあのね、私を邪魔しちゃダメですよ。怒られますからねそれと同じで胃だって怒りますよね。まだだって大掃除中なんだから食べるなよって言ってるわけですよ。もうやめてって危機ですよね。そこでベストタイミングです。お腹の音が鳴り出してからもうしばらく放っておくんですよ。すぐ食べない。そして1時間経った頃に食べると痩せます。その時にもう胃にその胃をですね、お掃除に集中させてしまって、もう胃が大満足なわけです。もうこんな綺麗になったって、もういつでもウェルカムみたいなね、そんな状態になってから食べるということがとってもね大事なことになってくるんですよね。ここで間違ってしまうと、まだ大掃除中にもかかわらず食事が入ってくると、先ほど1番2番でお伝えした通りです。あのような状態になってしまうイコール必ず太ってしまうということになりますから、まずポイントはこの音が鳴ってから約1時間後ぐらい経ってからゆっくりよく噛んで食べるというのがベストタイミングということになるんです。そしてここでワンポイントアドバイスです。こちらのお食事をした後、だいたい4時間後、まあ、前後あたりにお腹がぐーっと鳴り出す方が、まあ、通常の方なんですけれども、例えばあなたがもうすぐにお腹が鳴ると、例えばお食事をとった後も2時間後ぐらい経つと、もうグー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 鳴り出すんですよという方がですね、もう先生私しょっちゅう鳴ってますという方がいらっしゃいます。その方はあなたがですね、糖質を取りすぎている可能性が大です。あの糖質をですね取りすぎていらっしゃる方というのは、あなたの血糖値が急上昇急降下をこうどんどん繰り返していらっしゃる可能性が高いんですよね。そういった方はもうすぐにグー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 お腹が鳴ると言われておりますから、もし心当たりがある方はその糖質をちょっと抑えていくのもいいですし、血糖値を急上昇させないような低 GI 食品ですよね。あの白米よりも玄米とか、うどんよりもそばとかですね、そういった緩やかにのろのろゆっくり亀さんで上がるような血糖値を、まあ、その上昇するようなですね食べ物を召し上がるというのもとても大事ですし、もしくはあのよくよく噛んで
一気にもぐもぐと食べるとですね、バーンと急上昇してしまうので、ゆっくりととにかくよく噛んで召し上がっていただくだけでも、その血糖値が急上昇するのを防ぐことができますから、もしももうしょっちゅうお腹がグーグーなっているんですっていう方は、今のお話を一つずつね、できるところから取り組んでみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はお腹がグーッとなってからのその食べるタイミング、選ぶ道で太るのか、それとも綺麗に痩せるのかということでポイントをお伝えしました。もう簡単にできますから、ぜひあなたも早速今から取り組んでいただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。